なんと皆様ついに SNS が開始されるらしいですねトースはしてなかったんですね驚きなんですけども FNN プライムですねインスタグラムから始めるらしいですよ宮内庁 AO 室を参考にされてたという話がありますから AO 室のインスタグラムもご紹介したいなと思うんですがフォローしよう 国内庁が4月からインスタグラムを使って公式の活動に関する情報発信を始めることが分かりましたと。えー、公式アカウントはローマ字のですね、この国内庁 JP に認証マークがついたものとなって、違和感ありますけどね。英国はロイヤルファミリーなんですね。まあ、宮内庁 JP ってホームページみたいですよね。センスのなさがうかがえるわけですけども、まあいいですよ。所詮そんなもんでしょう。 宮内庁が SNS を活用するのは初めてであると。関係者によりますと、宮内庁は Instagram の公式アカウントを作って4月1日、確かに4月ぐらいから本格指導すると話がありましたので、まあ、実際に動き始めるんでしょうね。4月1日から公式の活動について情報発信を始めるということであると。当然ながらフォローもできると。 宮内庁ではこうしの活動を積極的に情報を発信するため、2023年4月に広報室を新たに作って、民間の人材も採用してホームページの改良に取り組むとともに、全然改良されてなかったんですけどね、もうちょっと、マシな人いなかったので、SNS の活用についても検討を進めてきたと、ちょっと辛口で言っちゃったんですが、残念ながら、秋篠宮は活躍できなさそうだなって思ってまして、秋篠宮発案者ですよね、 ですが、活躍できないっていうね、この恥ずかしめを受けるんじゃないのかな。参考までに、ロイヤルファミリー AOS のインスタグラムの公式アカウントなんですけど、フォロワーが1340万人もいる。すごいですよね。フォロー中の人が77人いて、投稿が4750件もある。まあ、かなりの影響力を持つアカウントじゃないのかな。 このクライアンショ JP にも写真がいっぱい載り始めるのかなって思うんですが思うのはいいね数とコメント欄はぜひとも開放していただきたい参考にしているであろうロイヤルファミリー、えー、こちらの一番先頭の写真でいいね数がありますでしょ102万もついてるわけですねでコメント数が1.2万ですね化け物レベルですけどもこれぐらいつくわけなんですね そもそも SNS の強みっていうのは双方向性にあるわけですよ。ユーザーとやり取りできるから価値があるわけで、いいねとかコメントが封鎖されてしまいますと、ユーザーはコンテンツに対してフィードバックを提供できないですね。意見を共有したりできなくなるわけです。それはまあ伝統的なホームページはそんな変わらないじゃないですか。ホームページも一方向ですよね。 特に、クラ暗い人は意見を受け付けてませんから、そういう傾向が強いわけですけども、ここがどうなるかっていうのは見物ですね。設定としては、コメント欄を非表示にすることは可能です。いいね数ですね。これも消そうと思ったら消せます。ですから、比較的簡単に、いいね数とかコメント数、コメント欄を閉じるっていうことは可能ですね。ここを注目したいなと思ってるわけです。 で、秋篠宮家が、まあ、そもそも引退していれば閉じる必要ないんですよ。好意的なコメントしかつかないから。まあ、一部、秋ンが暴走するかもしれませんが、まあ、ほぼそうだと思います。まあ、いいね数もすごくつくと思いますから、閉じる必要ないですけど、秋篠宮が登場した場合、残念ながら、いいね数が極端に少なかったりとか、まあ、そういう話になるかもしれませんし、めっちゃコメント欄荒れてるな、みたいな形になるかもしれません。 閉じたってていいうことは秋篠宮家を意識しているそういう指令が出てると思って間違いないのかなそう言われてる時点で秋篠宮家は SNS は逆効果になってしまうわけです SNS はいわゆるバイラルツールなんですよ批判をなくすツールではないですよしかも真実がもっと掘られますから真実に近づいていくツールでもあるしそれを拡散しちゃうっていう機能を持ってるわけですね今までのホーームページだったら 国会以上のホームページを見ようとする人はあんまりいないんじゃないのかなって思いますね。見ようと思うのは日程を確認したりとか私は頻繁に見ますけども、一般の人はあんまり見ないんじゃないのかなで。見るってだったらネガティブな意味の方が強いんじゃないのかなって思うわけです、ね、コース関連報道に関して調べたりとか、問い合わせ窓口どこかなとか、そういう用途にしか使われてないような気がしてまして、あとは秋篠宮さんの 無駄遣いをりホリホリするたために工事のの関連の資料を見たりそういう使われ方しかしてないと思うんですよ。き篠宮系とか条項条項に関してはあ。ですから限定的なんですね。まあ、しかしながら SNS に行っちゃうと、そうは完全に変わると思いますが、真実を掘られるツールになっちゃうし、拡散されちゃうし、秋、ま、篠あって真実を掘られたら困るわけですよ。ネガティブな要素しかないですから。逆効果になるんじゃないのかな。 本当に何を考えてるのかなっていう思うわけです。まあ、そういう意味で、紀子さんのハンカチがボロボロになってしまう。噛み砕かれるんじゃないのかな。歯ぎしりすぎすぎて歯折れるレベルですよね。そして嬉しいことがあるんですね。そういう用途、ぜひやってくださいっていう話ですね。だから、コメント欄ってかなり好意的なんですよ。広報体制の強化に取り組む背景には、秋篠宮家の長女小室眞子さんの結婚をめぐるインターネット上の書き込みなどのバッシングがあったと。 バッシングというか心配ですけどね。どちらかといえば。サコさんなんであんな横島とくっつくんですか結婚前はそういう心配で溢れてたんですけど、優しさですよ。バッシングじゃなくて。宮内庁が SNS で情報発信を行うのは今回初めてで、まずは天皇皇后両陛下の活動について画像を投稿される。めちゃくちゃ嬉しいですね。これに関しては非常に好意的に受け止められてるわけですね。ね。 えー、天皇皇后両陛下のご活躍がが見れる機会が増えたそして、東照明愛子南子の殿下も天皇家として登場されるでしょうし、初めのとこには、えー、出られないと思いますけども、楽しみになってきますやん。あれ秋篠宮どこ行ったんですか秋篠宮愛子はもう出ないでいただきたい。投稿をきっかけにホームページのアクセスに次げた考えで、今後、皇居の自然や伝統文化や動画の活用などを検討していくと。 天皇家とか高円宮家とかそちらの方々のご活躍ならぜひとも大歓迎の SNS だなと思って楽しみになってきましたねまあどうせ秋潮目が出てくるんでしょうか、えー、どうなるんでしょうね秋潮目が出てくるんであればいいねコメント出しといてください閉じないでくださいよと思いますけどねそしてコメントありますね えー、時代は令和ですし、そういう親しみやすい皇室、えー、身近に感じられやすいという皇室、えー、のあり方もありかなと思いますと。天皇皇后両陛下の令和時代の天皇としての皇室のあり方、国民としての接し方を模索してくださっているように思いますし、このような挑戦はありだと思いますと。ただ、親しみやすいとは言っても皇室らしい神聖な部分で起こっていってほしいし、とにかくインスタグラムの投稿の様子を、えー、見守りたいと思いますと。 非常に同意する意見だなと思います、ね、すごいいいコメントがあって発信してもアクションメイケに対する情報には苦言が呈されるのは変わらないと思いますとそうなんですよむしろ増えますよ <laughs> あの若い人に増えちゃうよどうせカコさんとか使うんでしょめちゃくちゃ加工した画像が上がるんでしょどうせアクションメイケの <laughs> 苦情や苦言を寄せられるのが嫌であればアクションメイケの活動の情報と発信はされないことが一番と思いますからそれが一番いいですね で、天皇ご夫妻との宮様秋篠宮以外の宮家の方々の情報発信はとてもいいと思いますよ。完全に同意します。えー、今は令和と、近城陛下ご一家の活動を中心に発信するのは当然ですよね、と。確定しない、過去仮、公式や引退夫妻の、引退夫妻のことを忘れてましたね。もしかしたら、ずうずーしく出てくるかもしれない。控えめにするのが国民に対して誠実は自然ではないでしょうかと。その次に出してくるかもしれないですよ。 気メイクに関してあげるんであれば、国民から評価される方法としましては、気象名義家の資質部分を公開するとか、ぜひとも見していただきたいもんだなぁと、久一九の部屋とかどんなんかなみたいな、それは国民の関心事ですから、何億も作って建ててるの、ご家具所の中とかねで、こういう写真だったら、大金町勇気ありますねと、そういうふうに評価されるかもしれませんけども、そして、明暗がありましたね。 提案したいんですけどインスタグラムでフォローしておくべき英国ロイヤルメンバーたちこれすごいいいなって思ったわけですこの仕組みっていうのはねザ・ロイヤルファミリーっていう栄養室全体で使ってるアカウントですねクライアンチョージ a はパクるんだろうなって思いますけども二番目にチャールズ皇太子ご夫妻が来られてそしてウィリアム王子夫妻にですね個人的な日本で言ったら宮宅に分かれたような アカウントが全部あるんですよこれすごく良くないですか宮内庁さんはこういうところ参考にしないといけない。天皇家のアカウント、秋篠宮家のアカウント、高円宮家のアカウント。そういうふうに分けられたらいかがかなって思いますね。栄養室。こういうふうにやられてるわけですよ。ものすごくいいなーって思ったわけですね。栄養室のアカウントを参考にされてるんでしょね、こうしてくれるんですよね。期待したいと思いますけど。 いいですよ。別に、加古さんの個人アカウントがあっても、暴走してください、勝手に。久さひくんの個人アカウントがあっても、紀子さんの個人アカウントがあってもいいですよ。どういう投稿されるのかなって気になりますから、分けたらいいんですよ。一緒くたんですが、おかしくなると思うわけですね。ぜひとも分けていただきたい。はい。というわけで、自ら首を絞めることになった秋篠宮なんですけども、秋篠宮さん頭が悪いんでしょうか。 この発言を持って終わろうか今さまざまな情報が世の中に溢れていると私は思いますと皇室についてのいろいろなコントからもその中に含まれていて正確な情報もあればそうでない情報もあって非常に多様なものが流れているとそういう中にあってやはり皇室の情報発信というのも正確な情報なんて言いましょうかねタイムリーに出していくということが必要であるとともにどこにそういうその最もきちんとしたものというか正確な情報がどこにあるのかということが分かることも大事なことだと思っていますって言ってるわけですねどこに賞賛があるんだろうね グランが SNS などを使って王室の強化をするという報道もありましたけれども、今、海外の多くの王室はウェブサイトと SNS を組み合わせて使っていると思いますと、どうでしょうね。こういう例えが適当かどうかわかりませんけれども、ある意味そのウェブサイトに必要な情報の全てが書かれていて、それで SNS の方には短いけれども、非常に大事な情報が出ていると。ある意味、秋篠宮にとっては当たりかもしれないんですけどね。もしかしたら秋篠宮アカウントができて、 怪ししいいところがあったららホーームページ見れれれて深掘りされるかもしれないですね <laughs> そういう意味で逆効果なんですよアキショメの場合はねまあだから一番の特効薬は自らのね汚点、えー、を深く反省することそしてそれに対応する何らかの処罰を受けることまあそれが一番の大王大ですよ <laughs> 以上です、ね、それでは皆様ご一緒に近室お疲れ様でしたというわけでアキショメは自爆していくんだなと思います じゃあ次回さよならありがとうございました。バイバイ。